皆さんご機嫌ですか？どうも T-BOW です。あの日僕は決めに行った。捕まって捕まって、そう何度も叫んだ。声が枯れるまで何度も何度も。そうしないと君がどこか遠くへ行ってしまう、そんな気がしたんだ。君と車で一緒に行った三浦海岸、手をつないで浜辺を歩いた。今度銀行の通帳を作るんだとか、そんなたわいもない話をしたよね。T-BOW君は暗証番号とかどうやって決めてるの？僕はベタだけど誕生日とかかな。何それ、危ないよ。そんなつまらない話で笑い合えた。僕が波をじっと見つめてると君はこう言ったね。カバンと靴持っててあげるから、ちょっと足まで入ってきたら。その笑顔はまるで太陽だった。僕は君に靴とカバンを預けて海へ走った。ちょっとガキっぽかったかな。後ろを振り向くと君は遠くで手を振ってる。僕は大声でおーいって叫んだ。波の音がそれをかき消した。すると突然君は猛ダッシュで車へと走っていったね。うん、捕まって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 。ちょっとそのカバンの中に車のキーと財布入ってるんですけど、その財布の中身には暗証番号が僕の誕生日で設定されたキャッシュカードが入ってるんですけど、捕まって。というわけで今回はルローニケンシンの飛天御剣流の技がツッコミどころ満載だったので突っ込んでいきたいと思います。ルローニケンシンといえば作者がいろいろやらかしたけど、その圧倒的なる人気のゆえ復活した明治を舞台とした殺さずを貫く侍、井村謙信の物語でございます。井村謙信が使う飛天御剣流とは、御剣流、ちょっとみんな御剣流って早口で言ってみて。その飛天御剣流っていうのはものすごいもので、一人対大勢の実戦闘を想定して作られた殺人剣とされています。めっちゃかっこいい技いっぱいあるんですけど、いやそれどうなのっていう技も結構あったりするんです。まずはこちら、土竜戦。なんとこの技、刀を地面にゴルフスイングのように振り抜いて石を飛ばすっていう技です。いやもはや剣術でもなんでもないよね。アニメだと飛んだ石が拳銃みたいになってるけどさ、いいとこおじいちゃんのゲートボールくらいにしかならないと思うんだけど、ちょっとこれは無理がありませんか？いろいろあった和月先生。そしてこちら、飛竜戦。なんとこの技、刀の鞘を親指でピョーンと弾いて飛ばすっていう技です。だから剣術じゃないよね。それに絶対にダメージそんなないだろう。雷獣太はそんなでっかい体して鞘ぶつけられただけでなんでそんな吹っ飛ぶんだよ。これだったらそこら辺に落ちてる石ぶん投げた方がまだ威力あると思うんだけど。最後に剣心じゃないけど佐之助が得意とする必殺技、二重の極み。最初の一撃目で物体の抵抗力を殺し、防御がゼロになったその瞬時に二発目を打ち込むことにより破壊するという石をも砕く技でございます。もちろんこんなことは物理的にありえないんですけれども、当時の子供たちはこぞってみんな練習したそうです。純粋な心をもてあそばないでくれ。よし俺もやってやるぜ、二重の極みよー。